インターネット大学とは、インターネットを活用して、授業を行う大学の属称である。インターネット大学は法的な名称でなく、また定義されるところもなく、世間一般に言われる属称であるが、大きく分けて大学の通信過程において、インターネットを活用して、授業を行っていることを指す場合と、通学過程において、通常の授業を補完、発展させ、インターネットを活用して、 授業を行っている大学を指す場合とがある。ただし校舎は学生が通学士教室での面接授業を主とする大学であり、インターネット大学とするかどうかは議論が分かれるところであろう。インターネット大学ではインターネットを活用し、動画や音声を配信して講義を視聴させたり、各種プログラムを演習させるいいラーニングによる授業、インターネット授業が行われている。 また、通信課程において、その講義において、テキストを用いるものの、印刷教材等による授業の要件であるレポートの提出や科目習得試験の受験をインターネットを利用して行うため郵送や教室等への出席を必要としないものも、インターネット授業とされる。これは、レポートの提出や科目習得試験を要することからあくまでも、 印刷授業であり、面接授業と同等にいわゆるスクーリング単位として、卒業要件となる単位として認められるメディア授業とはならない。すなわち、法令に基づくメディア授業と俗称であるインターネット授業は同等の定義の言葉ではない。すべての科目がインターネット授業となっている通信課程もあるが、インターネット授業を取り入れている通信課程の多くは、 従来からの印刷授業、放送授業、面接授業も並存している。また、通学課程における通常の授業を保管、発展する形でインターネット授業を行っている場合もある。インターネット授業の内大学設置基準、大学通信教育設置基準等に定めた講義等を多様なメディアを高度に利用して行うといった要件を満たしたものは法令上、 メディアを利用して行う授業となり、通信過程における面接授業と同等のものとして、卒業の要件とされている。従って、卒業の要件として習得すべき、単位数をメディア授業で全て賄うことができれば、面接授業を行う教室に実際に、出席しなくともインターネット授業により習得することで、卒業することができる。ただし、 メディア授業を行っているものの面接授業が必修科目に含まれている大学もある。大学間の共同研究として、ワイド大学が設けられている。ワイド大学は教育を行う大学として、正規のものではないが、1997年以来、慶応義塾大学湘南、藤沢キャンパスの教授、村井淳などが中心となって、オンライン授業、アーカイブ構築、 リアルタイム中継実験など、インターネット上における大学教育について様々な実験的取り組みがなされている。なお、実験であるため、受講に際しての料金は2005年4月現在、必要とされていない。ありがとうございます。